今年8月に投開票が行われる坂田市長選挙について、現職の丸山いたるさんが出馬しないことを表明しました。今の任期、9月5日までですけれども、今期限りで退任をしたいということを決断をさせていただいたところでございます。今日の定例会見で表明しました。丸山市長は、 坂田市の総務部長や副市長などを務め2015年当時の本間正美市長の死去に伴う市長選で初当選し現在2期目です坂田市長選挙は任期満了に伴い今年8月20日に告示27日に投開票と告示まで3ヶ月を切っています丸山市長は 出馬ししないい理由についてこう述べました。自分の年齢ですとか、あるいはその体調を考えますと、次の4年間、あの市長としての職務を、まあ、責務を果たすのは、あこれは厳しいと、このような判断をさせていただきました。坂田市長選挙にこれまでに出馬を表明した人はいません。丸山市長は。 後継者として出馬する人について問われると現時点ではいませんと述べました。